すいません、キッケルキッカーなんですけど、はい、推しパターンとマイルパターンの違いを教えていただいてもよろしいですかね。わかりました。ですね、まあ、このキッケルキッカー見た目は、まあ、虫でもありカエルでもあるみたいな感じで作ってはいるんですけど、虫パターンとカエルパターンって基本的にルアーの動かし方が全然違うんですよ。虫は水に落ちると最初ピタッと止まって最初動かなくて、そこから大きい波紋を出し始めるのが虫で、カエルは水に落ちたら陸に上がろうとして泳ぎ続けるんですよ。なのでそもそもまあ動かし方が違うんです。でカエルパターンの場合は、まあ、こいつを投げたら着地してポーズをしないで、まず 1,2,3 回トゥイッチして1秒ぐらいポーズして、また3回トゥイッチして1秒ぐらいポーズの繰り返しをするんですけど、まあ、その時にこの足がトゥイッチした時はこうグッて曲がって、止めた時はパッと開くようにこうキックバックするようになって、まあ、それがカエルっぽい動きを出せるようにしてあります。で虫パターンの時はパーツが結構多いので、この横にある触手8本とかも、まあ、見た目ちょっと変にはなるんですけど、波動を出すためには細かいパーツが必要なので、まあ、虫パターンにも使えるようにシェイク時に細かい波動を出すためにこういうパーツを増やしてます。でエラストまでできてるんで、まあ、耐久性も強くて、まあ、こうやって伸ばしてぐるぐる回しても壊れない、まあ、割とお財布に優しめなルアーになってます、はい、ポッピングもしやすいですね。そうですね、ポッピングもできますし、もともとはあの移動距離を抑えるためにあのこういうカップをつけてます。実際ポッピングもできるんで、まあ、そのちょっとアピール力が足りてないなっていう時はちょっとトゥイッチして少しポッピングしてあげてもいいかなと思います。全国の動きで活躍すると間違いなしですね。ぜひ川とかでもすごく相性いいんで、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。